こんにちは、りんちゃんパパの究極グルメです。今日はですね、ナマコのさばき方、そしてナマコ酢、こちらの作り方をご紹介させていただきたいと思います。これですね、まあいいナマコがですね届いたので、今日はねこれを下処理からやっていきたいと思います。まあナマコの下処理っていろんなやり方があって、みんな人それぞれね結構違ったりするんですけど、ぬめりをまず落とします。ぬめりの落とし方はだいたい塩でやられる方が通常なんですけど、石でねやったりする人もいて、今日はですね塩とりんちゃんパパ流のお酒ちょっと使ってやっていきたいと思います。まずね、端っこの方落とします。そしてでさ、こっち側の方もこのように落としていきます。で、中からこういったものが、中からね見て、これ何それ、人参みたいな。これがね、口粉とか、これちょっともったいないだろうと思うな。これ干して超高級食材、これがさ、ダッシュ村で、城島とかが口粉とかで、これ中を出します。今日はちょっとここら辺は省いてですね、ナマコのさばき方ご紹介させていただきたいと思います。で、ちょっとあと大きいので、これはね真ん中からちょっとこのように切っておきます。そしてここに塩大量にまぶしていきます。はい、いいで、今日は合わせてちょっとお酒をね少しだけで、お酒がね少しのお酒も苦手な方はこのアルコールを省いてほしいですけど、でこのようなまあボウルなどを使って、はい、でこのようにね結構ぬめりが出てきます。これをしっかり水洗いしていきます。で、揉んだ後ですね、まだぬめりが取れてませんので、完全にこのような、まあこれはスポンジのちょっと硬いやつなんですが、たわしとかねスポンジでも結構です。これでぬめりをしっかり取っていきます。はい、そして真ん中からさっきバサッと切ったところなんですけど、もう再生しますね、鬼みたいに切り口が分かんない、すごいですね、ナマコ。で、これをですね、まあ、真ん中からこのように切って、で中はね少しまだあの内臓部分がねあったら、スプーンなんかでこのようにねこそげてください。薄めにスライスしていきます。はい、そして最後にねざるにもう一回入れてですね、切った後にこれで水でガンガンゆすぎます。これでぬめりがねしっかり取れて、綺麗なナマコになります。で、合わせて作っていきます。水、酒、みりん、醤油、だしの素、そしてこれを沸騰させてアルコールを飛ばして一煮立ちさせていきます。ここにですね、お酢、火を止めて、火を止めたら 100cc のお酢、そしてタッパーにですね、もうつゆを入れていきます。先ほどの、このだしですね、冷めましたので、ここにナマコ入れていきます。よく水を切ってナマコを入れて、これで漬け込みます。半日から1日漬け込んで完成になります。